撮影だと思うんですけれども、クラブネオプリメーラです、皆さんはじめましてよろしくお願いします。今日から、とりあえず4週間、撮影させていただくことで神々すぎるなよささ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 さ撮影撮影撮影を撮影をねということで、本当にね、よろしくお願いします。よいしょ、よいしょ、そしたら、はい、まずね、自己紹介の方から、いきたいと思います。まずじゃあ僕から、ネプリメア代表の、リンドハルと申します。よろしくお願いします。よいしょー、よいしょー。続いてそうですね、代表かっこいい、はい、代表かっこいい、おー、俺が代表かっこいい、代表かっこいい、俺だから、やっぱホスター顔だから、やめて、間違いそうじゃない自己紹介だ、自己紹介だから、ちょっと決まってるから、ちょっと決まってるから、歌舞伎町の高田純次こと三崎ルートです、よろしくお願いします。よいしょー、チュンチーン、チュンチーン、その後は僕いきます。はい、一応ネオプリメーラで、はい、ナンバーワンやらせていただいてます。相沢ゆきやです。よいしょー、クッキーだー、誰も言ってない、全然聞いてない、早いっすね、展開今日続いて、はい、ちょっと今ネオプリメーラナンバー2やらせていただきます。エータと言います。よろしくお願いします。ナンバー2真面目すぎる、体に大きな心を見るわけです。よろしくー。よっしゃー。あれ、はい、で、この辺でやるから、はい、お願いします。間違えた、ここで早く出てもらえます。真ん中うっさん態度がうっさん、ごめんな、ほんとに。そりゃそうだよ、あれでナンバーワンって書かれるわ。赤ナンバーワン、どんな店をやめて、色の問題別に関係ないから。まあ、わーわー言っておりますけども、今日からね、やらせていただくということで、はい、本当に視聴者の皆さんね、はい、はい、こんなメンツでやってますけども、こんなメンツ、30分間ね、ちょっと30分間辛抱なんで、辛抱やばい、どんだけ、どんだけ、どんだけ、ご辛抱ください、本当に、はい、まあ、あとはね、もうフリートークなんで、はい、あとはね、各自思い思いにね、思い思い、喋りたいこと喋ればいい、そうそうそう、そうですからね、そう、まあ、早速ね、こうコメントがね、いっぱい来てます。そうですね、これめっちゃ多いですね、赤の子は芸人くれる、ちょ、いや、ほんとに、なんで、バレた、ちょ、待って、芸人は、芸人は、俺、真ん中で触れられなきゃ大丈夫、言わしてもらえば、ホストに至っては、顔じゃないから、やっぱそりゃそうですよね、前も、あれだけど、ほんと顔じゃなくって、やっぱりホストって喋りだから、いや、そうっすね、楽しませてなんぼだから、やっぱり、まあ、顔に自信がないとは言うことってことだね、誰が負け惜しみやな、俺の違いだ、ホストはやっぱ顔じゃないから、いや、そうっすね、ホストは顔だ、顔だから、そうだよ、誰がホスト、顔だから、ホスト、真ん中うっせえからね、ちょっと真ん中喋ってないって、大丈夫か、俺の話から、一応真ん中すからね、ぶっちゃけ言うとみたいな、いや、俺整形したのに顔悪いけど大丈夫かな、これ
そう、あの一応整形したんだよね。うん、一応そう、あのしてる、これ全国区ってやつだから。ああ、全国区で出してるから。え、ニコ生？洗剤って。安い！マジですか？安いだお前。そんなんで生きてたんすか？安いだ。それまでできるからみんなもしてね。そうだね。そうだね。1万2000円でね。1万2000円で。かっこいいって言われるよね。じゃあ、どこ直したんだよって。目だよ目。ここ直したの。安い。安い？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 ああ、値段が安い。じゃあもう一回ちゃんと見せてあげて。カメラ、ね、カメラに寄って目見せてあげて、ね、見せてあげてちゃんと。一重を二重にしましたゆきやです。全然面白くない。小さくした。ちょっと待って。おい誰がしじみやねん。やめろやめろ。もうちょっとでかいぞ。赤さキャバクラボイちゃうわ。あ、アップ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 キャバクラで女の子のね扱い頑張ってないの。え、前どんな目やってん。ちょ、うるさいわお前。ついアップアップ出ててるけど。アップアップもう一回前ぼっち、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 前ぼっちか、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 前ぼっちでーす。前ぼっちでーす。何言ってん、お前が何言ってんのお前。ビビったー。スナップきついわー。ちょ、ね、俺ね、結構お肌は手入れしてんだけどね。ちょいちょい NG コメント入るんじゃないですか。え、絶対悪口だべ、これ。いくらした？じゃあ1万2000円や。気持ち悪い顔面、寝る前に。OK！ OK！ はい、次はもうこちらでやりますからね。まず緑ソファーの方が頑張る。いや、ほんと緑ソファーゾーンだよ。緑ソファーはイケメンって書いてあったから。え、緑ソファーイケメンだよ。イケメンのちょっと意見で。イケメンなりをね。そうですね。いや、そのね、正直な話、さっきホストはね、喋りとか、顔とかね、うぬかと言ってます。おーい！大丈夫だから。これ大丈夫だから。大丈夫だから。勝てないと。間違えた。やっぱりね。何の地位なのか一緒によく分からないまあでも結局でもそれはみんなに聞きたい。ホストとしてやっぱ何が一番大事かって。ちょっとごめん、2回目はちょっとごめんね。空気読めない。本当にだから、だからナンバー圏外なんだ。あ、そうだそうだ。どうもナンバー圏外です。やっぱ日々勉強が大事。うーっす。売り上げガチ怒られて。いや、ベロベロ、いや、めっちゃおもろいよ。もっと飲めるよ。何が面白いって、俺らにこっちのコメントが痛い。いや、本当に。俺ら一番コメントが逆転ある。ひろこい。ひろこい、誰やの。左喋んねえなって感じ。え、ちょっと赤のカーデ、うっせえ、誰がカーデやで。カーデがやる。めっちゃ略されてるじゃん。でもやっぱ顔、ひろこい、ほうえ、肝臓っていうのがある。一番大事なのは肝臓って感じ。間違いない。それはお酒が飲める人ってことね。グレイ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 飲むけどゲイグレイグレイ飲めるけど。おめでとう、お前の鉄板コーダ。え、初回行きたい。え、来てよ来てよ。食べます。いや、本当にこれ来ていただきたいですね。そこ来てよ、1000円だから。そう、安いから500円握りしてたんだよ。全部持ってかれたんだよ。え、ってことは誰が飲むのかな。飲みます。え、そうですね、行きたい。そうなんですね。誰がレギュラー。俺レギュラー。俺もレギュラー。毎日いるいる。基本的には全員いるからね。そうですね、全員いますからね。大王たまにあるんですけどね、散歩してますけど。大王はたまに散歩してます。え、お前めっちゃ目立っとるやん。赤めっちゃ目立っとるやん。赤グイグイって何、どういうこと。ちょ、コールやで。え、来週、え、赤いやつさっきから何喋ったの分かんない。え、毎週見るの。おい、やめろ、毎週見るぞ。毎週出るかどうかわかんねえぞ。今日だけかもしんないからな。でしょ、ここ滑りすぎちゃってるでしょ。そうそうそう、誰かちょっと拾ってくんないと俺やる。これはどうしても今考えてる。今日だけでお願いします。もうやめろやめろ。誰が一体化してんだよ。お前やめろやめろ。横になってねえかな俺。今日だけでやたら来るな。今日だけすぎやな。次から NG で行くんで。今日だけはね、僕は早めの外れます。
ヤキンさんに言われたんで外れます。方針的にちょっと早めの NG 来ちゃった。僕は違うみたいなんでね。もうやめますから。やめろお前は。早めの NG だよな。おお。赤いやつ二度と出るな。この感じよ。俺は受けないからな。大丈夫だよね。ここってどこまで文句言ってもらえるんだろうね。え、ちょっと待って。どこまで NG じゃない。ドヤさん、ドヤムの会じゃない。死ねとかまで入ってくる。ああ。NG ワードありますもんね。赤いやつ死ねとか言ってないよね。とりあえず赤は来たっす。赤来た。赤来た。赤、死ぬは言ってないよね。まだ死ぬは言ってない。まだは死ぬは言ってない。まだ言ってない。喋ってるけど面白い。おお。写真詐欺だった。写真で。写真のね。もう調べたの。もう。え、写真。え、早っ。え、ちょっと待って。あ、そうか、順振りで。まだ NG コメントですっていうところが多分。結構やばいやつ。結構やばいやつ。多分赤いやつ死ねとか。赤いやつ、うんことか。そっちにそうとか。あれ、そっちにそう。そう、NG は表示されないんだ。だいぶやられてるってことですね、俺ら。さっきからなんか喋れば喋るほど NG コメントがどんどん増えてくる。黒い文字減ってるの大丈夫かな、これ。本当に。それこそお前、それが赤になっちゃうよ。赤でそんなに。オーラだけど。赤くなっちゃってるけど、大丈夫。パソコン的に大丈夫かな。いける性格悪いからやっぱそうなる。いや、そうだね。いや、ほんとに。もうじゃあ。え、ちょっと待って。ちょっと待って。本当に俺に対してはクソイカ。なんでなんで俺がいやそんな、いやもう死お前は黙ってくれてるね。こっちのボスはちょっと俺がこいつはちょっとお金ないって言ってる。いやそう、俺が俺は全国やばいよ。遊び行こうってお金がない時は行きましょうって僕は豆してもなんでもね行くんだけど、ちょっと小手にが入ったらこいつはちょっと遊びがちょっと用事があるんですよね。ね、それでちょっと2、3日でお金がなってくるとルースさん、今日ちょうど暇っす。どうするこいつ。俺のこと財布としか思ってないからね。違う違う、財布じゃなくて本当に銀行だと思って銀行じゃねえ。いつも忘れるみたいな。いつも引き出せる。こいつは手軽に。まさか本当にひどい。そうだと思ってたんだけどな。インカーレボーカそうかな。違うか。違うか。いや本当に小銭持ったら全然ついてこないから。可愛くもなんともないから。小銭に関してはついていけないですね。だから本当に最初の頃だってそれこそなんだろう、金を持ってない時を知ってるから俺こじきって呼んでたんだから。あ、最初は。そう、最初は。そうそう、こじき。いやいや、本当に家もなかったから。家もなかったこじき。ご飯ずるんってやるよって。その時早くヘイコこついてきて、1週間のうちもう5日から6日ずれてって。それで今度ちょっと小銭掴んだらちょっとお前ちょっと忙しい。そんなのある？誘われたもん。腐っても先輩だよ。いや、ほんとに現実すぎるでしょ。めちゃくちゃ現実すぎる。腐っても小じきだから俺。いや、ほんとにお金がないときはついてるけど、お金あるときはついてないじゃん。声来ないから、ほんとに。ほんとに、もうそれがやばいの。じゃあ、まあ最終的にやっぱ性格悪いっていう話。そう、性格悪い。実際そういうことになっちゃう。え、一つだけ言っていいですか。全国区だから言っときますけど、赤いやつ、性格いいっすよ、めっちゃ。イケメンやし。え、ちょ待って。この空気どないっすよ。てかさ、危なく滑るとこだった。いや、もう手遅れかもしれん。もう手遅れ、もう手遅れ、もう手遅れ。うわ、滑るとこだった。ダブル多すぎやろ。ダブルめちゃくちゃるやん。ないぞ、大丈夫。赤いの220万だまされてるわ。手遅れ。え、ちょ待って、それ俺の飛ばれた未就学。足んないっしょ、足んないっしょ。ここでもうちょっといってる。歌舞伎ってもうちょっといってる。手遅れやめろ。誰手遅れやねん。制限した後やろ。どうすんだこの子。おおおお、しゃべれ。一発ギャグやろうか。一発ギャグいっちゃう。一発ギャグいっちゃう。やば、コメント拾うのうまい。え、俺のことでしょうね、多分ね。おね、ほんとにありがとうございます。どんまい。いや、お前ほんとどんまいだ。ほんとに一番中。俺思ったんだけど、お前かお前どっちか連れてきたら失敗だわ。これガチでどっちか失敗。失礼よ。イケメン軍団。あ、もう一発ギャグなんかやってきてるからもう。とりあえず一発ギャグやって。行こう。免許番号赤い教授が言うと3321 Facebook からの。からの。あ、立っちゃう、立っちゃう。え、身長バレるけど大丈夫。身長はもう、あの、158センチ大丈夫。立っちゃうか。
言わないで身長何センチなのって。165だよ。お誰もおもろないよ。そうなんですよ。いろんな意味チーだよ。チーって言ったらお前もチー。2人一回並んでみればいいんじゃない。身長どっちが高い。それは本気で言ってんすか。全国区大丈夫ですか。一回そこだけ晒しとけばいいんじゃない。じゃあ大丈夫だったら、あれでルイスさんだよ。もっと小さいだろ、サバヨコな。おおえぇ、青一発ギャグやれ。よいしょー、ぽっちゃり率。え、ちょ、待ってさ、ぽっちゃりちゃう。声張ったり横切る。そりゃそうや。お前いじっても面白く返してくれる。酒入ってるからよ。青一発ギャグやって、うるせえな。青一発ギャグやろか。いや、ほんとに3回目になるんじゃん。やっちゃいましょう。ちょっと待って、青とか言ってるけど代表やから本当に。立てて、俺立てて。ちなみに一度も店でやったことない。あの新ネタですか。あ、伝説の家でね、毎日ノート書いてるから代表ね。研究してるから。研究しますからね。常に進化の問われる。進化してるから。立ってもいいですか。立ってもいいです。立っても顔映ってないですか。いいですけど。勝手にモザイクかかってますけど、いいですか。大丈夫ですか。カメラいけます。カメラいけますね。はい、俺の時なかったやつ。うん、あんまり内容ともなればね、そうなるから。ちょっと待って、口大丈夫ですか。おー、来た。大丈夫、唇でかいな。いけますか。アルさんはもういいですか。うん、OK です。3、3、2、1、1。卵クラブ、ひよこクラブ、ホストクラブ。でもうち免許場だからホストクラブだから。間違えてる、間違えてる。免許場だからホストクラブではないんだわ。これはこれで OK ですか。OK です。これで大丈夫ですよね。チーンですよね、やっぱりね。はい、はい、はい、みたいな。なるほど。4点リアル、リアル4点リアル。4点はリアルすぎる。4点本当に。3ペリカ。ペリカ。カイジ出てきた。え、カイジ出てきた。地下出てきた。チンクロのシーンですよね。赤いけ、赤いけ。お、赤が、ちょっと待って、赤が、赤が行きたい、騒ぎたいじゃないから別に。え、どんだけみんなカイジ好きなの。確かに。チカロードの時はカイジね。チカロード2000年ですよ。やめろやめろやめろ。2000年も何回1回やっても足んないわ。そんなに借金ねえぞ。もうお前の話も滑ってきたから。そうでしょうね。いや、そろそろ一旦 CM 挟みましょう。一旦 CM 挟みましょう。一回もあるんすか。一回のことを考えて今僕はしています。でもね、筋でラブできるってだけじゃないから。終わらないラクニマクリスティ、寂しさをでなぞるよ。土曜はクラブバール。7時。プラスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク。二日酔いがなくなる。お酒が一杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。僕こう結構弱い方なんですけど、今飲んでます。恥ずかしい名前ですね、これ。この類のもの飲んでもあんま効かないんですけどね。うん、飲みやすいですね。すごい、ほんまですか、これ。一応70%。だいぶ下がりましたね、確かに。ほんまこれおすすめやで、これほんまに。これみんなも飲んでな。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。よいしょ。よいしょ。後半戦
来ちゃったから。いや、後半戦前半ちょっと盛り上げすぎたというか、そうそう、逆にここまでのテンションズバ抜けちゃったから。いやいやいや、ほんとに底辺で話すから。あ、まあ、1回、1回、1回ね。うるさい、うるさい、さっきから言われてるけど。確かに、ほんとに大人の会話。ボリューム下げろ、俺言われちゃったんだ。お前、うるさいから、今の発言がね。 C で言うこと。それはそういうことで、置物で。そう、置物、そう、お前可愛いから置物でいいんだよ。じゃあ、あいつに関しては本当に何も喋ってないから。間違いない、それは、うん、もうちょっとバトンタッチ。え、よろしゅう、エイタ君喋って。お、喋ろうじゃあ。おえ、すげえな、みんなやってる、左やるよ。ねえ、ハル君、まだ本営はちょっとおかしいよ。いや、それに関しては本当の本営ですよ。代表、投げキス求められてます。あ、いっちゃう、いっちゃいます。あ、メガネ、藤森君、君可愛いねってことでしょ。どうしたのここか。だから滑りそうだからやめなよ。滑りそう。ちょっと待って、赤ギャグ行けばいい、大丈夫。俺ガヤ専門だから。あ、一回ね、これ一回説明するけど、 CM 中に一旦落ち着こうっていう話をしたばっかりだからね。そうそう、したんだけど、赤一発ギャグ行けって言うなら3、3、2、2、1、1。さらりとした動き。多分この見てる人の8割ぐらい多分そのギャグ知ってると思うんだよ。パクリじゃないからな、オリジナルなんだよな。やめろ、パクリですよ。もう早速、早速入ってる、早速入ってる、キモい、早速入ってるよ。え、ちょっとキモいに関しては俺も頑張った。うん、マルパクリ3分、3点、予定より低い。えぇ、ー、代表より低い。代表、まだ勝った、まだ勝ってる。代表、お見せしました。ほんとやっぱ代表、格が違う。すごいよ、ユキアのバースデーって書いてあるよ。え、なんで、すげえ。え、知ってるね。あ、指名変えます。僕ちょっとごめんなさい。え、指名変えます、どういうこと。え、どういうこと、お客さんいなくなっちゃうの。バースデーの話してるのに。そうっすよ、ね、バースデー中に。え、僕そうなんですよね。すごいっすね、お客さんね。2月22日僕バースデーやらせていただくんで、よかったらお金持って遊びに来てください。ありがとうございます。どうすか、この子。あ、うん、青の投げキスは、赤は邪魔すんなよ。青、青、青、青。え、ちょっと一緒に投げキスってこと。それはじゃあ一緒に、一緒にするか、そこは。え、一緒にするか。あの、ゆきさん、名前書き。あなたもあなたで性格悪いからね。ちゃんと役に使おうとしてるでしょ。ほんとに、ほんと腹黒い、ほんと腹黒い。知ってる、ホストは腹黒いんだから。だよ、いつもの投げキスやってください。いや、いつものやつやってください。ボスにやってくれるんじゃないですか。はい、3、3、2、2、1、1。お葬式か、やめろ。やめろ。そんなみんなでチンチンすんな。ごめんなさい。あなたに見つくんだ。誰に見つくんだい。大王、赤いの帰らせて。あ、オッケーです。大王、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。青帰ります。赤残ります。多分、ほんと視聴率マジ 0% に近くなる。ええ、ほんとに下がります。どっちイケメン、イケメン枠がね、いなくなった。こっちのブサイク枠がね。誰が見せるか、こっちの先輩。いや、もうちょい立てない。お金払わないよ。え、まあ、お金払わない。赤飛べって感じです。気まずい、気まずい、重たい、重たい。止めは重たい。あ、絶対来週来い、来週来い。あ、いいコメント、いいコメント。あ、赤来週絶対来いって言ったら、収録前外でボコボコだね。え、待って、出待ち、出待ち、もしかして。あれ見て、出待ち。やばいですね、怖いですね。大人が静かな話をするんじゃなかったんですか。そうだね、いや、大人はね、そういう感じだったんですよ。真面目な話はね、コンセプトじゃないですか。そうですね、そこはね、してもらわないし。じゃあ真面目な下ネタ話してよ、ちょっと。真面目な話。好きな話あるやん、あの。いつもの話。いつもの話、いつも言ってるやん、あれ。何、何、うん、真面目な下ネタ、ちょっと、行くんすけど。一回、はい、はい、もう終わり。はい、次。はい、次行きますよ。次、赤いの行きましょう。赤いの、赤いの、赤いの行きますよ。いや、赤いの結構求められてる。赤いのって、出演禁止らしいっすよ。ん、大丈夫ですか。あ、でもお前でもすごいよね、これ8割か9割ぐらい全部お前。いや、ほんと確かに確かに。やっぱさすが、左はエイタ君だよね。でも右はユキヤ君だけどね。そう、そうだ、出るね、前に。あ、でも赤で喋るし、前に出るね。じゃあ次はもう一回ね、アキ君からね、下ネタのやらしい話聞かせてくれるから、お願いします。どうぞ。で、なんかね、これやらしてる。そう、やり直しましょう。確かにね、一回やり直して、やり直して、やり直して、みんなね、フラットなんで、ゼロからね、やりましょう。はい、じゃあ一回
言うんですけど、一回あの声がちっちゃいな。そうなんですよ。あの一応年上のね女の子と一回そういう機会があったんですよね。一回あったんですよ。したら彼女は騎乗位が好きだと言ったんですよ。おじゃあ俺もウェルカムとウェルカムなんですよ。もうこうなったんですよ。こうなったんですよ。したらすごいすごいもう上で会えてるわけです。でも濡れすぎてその子スカスカだったんですね。濡れすぎてスカスカになっちゃって、いやこれもう俺ももはや気持ちよくなくなっちゃって、いやこれやばいどうしようってなったんですよ。でなって一回これいけないと思って、でも向こう7、8回ぐらい行って、いやこれ一回の一回よけて体勢別にしようって思ったら、なんかここ触ったらピチャッと落としたんですよ。ピチャッと落としたんですけど、そうピチャッと落としたら、なんかここに俺もう濡れすぎて女の子が琵琶湖できたんです。琵琶湖誰がマンチェスター言えないって言って誰が似てんやん誰が似てんよっしゃ、これですね。はい、はい、終わりました。よいしょ、終わりました。さすがにそれはやっぱしゃべりの勉強しないとお前がナンバーになることは一緒ないかもしれない。いや、だからめちゃくちゃイケメンがいいですよね。かわいいね。まあ、真ん中止めっておい期待の星だからやめてください。顔はいいんだけどね。イケメンやからやっぱりね。こっちがね。トーク力がね。トーク力が足らないのか霜が足らないのかどっちかだよね。ね、でもこっちで言ったらねやっぱりねうちのやっぱり。いややっぱりねやっぱりね。お辞儀はね。お辞儀は本当にうちのお辞儀は本当半端ないんだよ。何の話、もう話のネタがありすぎてもう本当にもう滑らない話。あ、よかった。じゃあ何番目のネタがいいですか。何番目のネタが。本当に。何番目の人がいい。赤に呼びかけしてる。ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばい。俺の給料に関わるからやめろ。本当にエイタ君の仕事。次エイタ君の一つ言っていいですか。これ LINE の ID がエイマになってるんですけど、そこのやばい。それエイタなの。あ、そうだ、それです。エイ、あれ TA だよ。あー、エイマだよ。これ大体違うんじゃない。あんまアイディア俺気にし見てなかったけど、たまたま見たら今。あ、俺だけ合ってる。え、ちょっと待って、俺ハイフンなの、上バーなの、どっちなの。あ、ハイフンじゃない。ハイフンっすか。おお、合ってる。俺も合ってる。俺も O の後のドットがないけど、まあそこら辺はいいか。あ、ことあるよ。結構 A マちょっ違う、突っ込まれてる。ドット A マって誰。ドット MO だな。あ、そう。一番イケメンは赤の隣の人、目の錯覚だお前。だから先輩だ。先輩知ってる、知ってる。飲みすぎだお前バカ。この時間だと酔っ払いも多いから。とりあえず初回来てもらってさ、一回初回来て普段一回来てるけども、俺もイケメンっていう人に関しては初回でアフターでガンガン行きましょう。お金出してくれるか。ガンガンですから、銀行だから。銀行は基本的にやっぱお客さん目悪い人多いもんね。結構酔っ払ってるお客さん大好きだ。もうちょっとランチとも乱れてぐらいの人、イケメンの人だけど、もう身長はね、身長高いから、まあ、そこでカバーしてめっちゃ助かるっていう。そうね、あとよく言うクラリマジックアドッス、アドッス、アドッス、本当に助かってます。本当に本当に助かってます。代表指名したいの。代表指名したい。もう代表指名したい。本当に静かにしてください。大丈夫かな。僕なんか電話みたいな名前だったけど。LINE してもいいですか。どうぞどうぞ。いやいや、もうぜひぜひこちらに、こちらにお願いします。本当に本当に。え、袋のジャケットのあだ名は電話の。いや、電話だよ。完全電話だと。電話だよ。間違えんすよ。電話間違えんすよ。これ1分前ですけど大丈夫ですか。あ、もう1分前よ。1分前って出ましたけど大丈夫ですか。はい。30秒前。え、30秒。最後にね、締めましょう。やっぱりしっかりね、ここは締めましょう。はい、締めましょう。ただね、ちょっと一回締めますけども、今日は失敗でしょ。失敗だ。完璧失敗。入りが失敗だと思います。入りが失敗。ただまあ4週目の1週目なんで、ちょっと温かい目で見守ってやってください。あと3週間も頑張りますんで、とりあえずは、はい。なのでね、もっともっと面白くしていけるように頑張りますんで、皆さんまたご視聴の方よろしくお願いします。お願いします。電馬くん頑張ります。また来週も見てね。残っている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで使い込んだ仮面をやめ、腹くだり紛れ込み死んでしまった順序、ましてやんちょなこの
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を